はい、皆さんこんにちは、旅する大学院生の吉野です。今日はですね、今私フィンランドの、ヘルシンキでワーキングホリデーのビザを使ってフィンランドに来てるわけですけど、ワーホリのね、フィンランドの、ワーホリのビザに興味があるっていう人が結構多いようなので、実際にね、どういうふうに申請していけるのかっていう申請の方法をちょっと皆さんにお伝えしたいなと思います。で、もう注意なんですけども、ここで、この動画でお伝えする情報は、まず私が申請した2023年8月の時の、情報です。で、私の翻訳、解釈、経験、感想が、多分に含まれていますので、完全に鵜呑みにせず、あくまで参考程度でお願いします。見てくださってる方もわかってるとは思うんですけど、所詮一大学院生ですので、詳細はぜひフィンランド大使館に連絡してみてください。基本的にはフィンランド大使館とやり取りしながらビザの申請を進めることになると思います。皆さんのビザ申請の窓口はフィンランド大使館というのをちょっと覚えておいてくれたらいいのかなと思います。日本にあるフィンランド大使館です。で、情報は常に変わることがあるので、ビザのサイト、申請サイトであったり、大使館のサイトであったりで最新の情報に注意するようにしてください。はい、始めていきましょう。でこの動画ではまず一番最初にフィンランドのワーホリとはどんなものなのか、で2番目に、その条件、3番目に必要な書類、4番目に手続き、5番目に、最後、まとめというか、構成でいきたいと思います。はい、じゃあフィンランドのワーホリビザについてなんですけど、日本人ならとても、簡単に取れて、かつ1年間、フィンランドで、制限なく働けて、で、遊べる、ビザになってます。ただし、ワーキングよりもホリデーがメインっていうのが条件になっているので、バリバリ働くぞっていうのが想定されていないっていうのは注意してください。で、ホームページから申請できて1年間有効です。で申請には1ヶ月から2ヶ月かかりっていうふうに書いてあります。で、申請の費用は380ユーロ、今円安なんですごい高いんですけど、6万円ぐらいですかね、6万円ぐらいだと思います。はい。で、すごい条件はいいビザだと思います。ただ、フィンランドってね、北欧で寒いですし、物価も高いし、店も少ない、物も少ない国なので、ぜひね、フィンランドが本当に自分に合ってるのかっていうのを、僕の他の動画を参考にもしながら、もう一回じっくり考えてみてから申請してほしいなというふうに思います。はい、2番目、申請できる条件、まず1つ目、有効なパスポート、2つ目、入国拒否された経験がないこと、3番目、18歳以上30歳、未満以下で、4つ目、取得は1回限定です。で5個目、扶養家族を連れて行かないこと。で、6個目、帰りのチケットを持ってる、もしくはそれ用の費用を持ってる。で、7個目、生活に十分なお金、2000ユーロを持ってる。これは32万円ぐらいです、今のレートで。32万円の証明ができ、持ってる証明ができること。で、8つ目、保険に加入して、いること。9つ目、犯罪歴がないことの9個にあります。次ですね。必要な書類です。まず、パスポート。証明写真。で、その、申請する国で、在留が許されているという証明。で、次に資金証明と保険の証明になります。はい、次ですね、どういう日程で、行くかっていうのをね、どういう日程でどういう工程になるかっていうのをまず、お伝えしていきたいなというふうに思います。で、この日程工程を早めるコツとしては、フィンランド大使館へのメールは、英語と日本語両方つけるように、しましょう。英語で対応し
しか対応できない大使館職員の方もいるので、英語と日本語両方書いておけば日本人の方もフィンランド人の方も対応できる、ということなので、それがプロセスを早めるコツになると思いますっていうのを、まあ、全体のそれがコツですね。で、具体的な流れとしてはステップ1からステップ6まであります。6つのステップがあります。まず、はい、ステップ1、資料集め、てかその書類集めですね。書類集め、ステップ1、まずパスポート発行に1週間かかりますので、ない人はお早めに。で、英語版のユーロ表記の載った残高証明 を銀行から受け取るのに、まあ、1週間ぐらいかかります。で、保険の加入、まあ、これは一瞬で終わるんですけど、まあ、おすすめというか、日本の旅行会社の保険は高いので、安く済ませたいなっていう人は、海外の、まあ、イギリスであったりとか、スイスとかの、まあ、旅行、保険会社の保険に入るのがいいんじゃないかなと思います。安く済ませたい人はね。まあ、ただそうやり取りとかも英語になるので、まあ、慣れてない人はまあすごい高いですけどね。1年間入ったら30万ぐらいするんですけど、日本の保険でもいいのかなっていうのは思います。まあ、そこはお財布と相談してっていう感じですね。で、まあ、英語版の保険に入りたいって人は、まあ、トラベルインシュランスフィンランドワンイヤーとかって調べたらいっぱい出てくるかなって思います。で、まあ、保険の加入、証明写真を撮る。で、まあ、その他、自分のホームページを見て、まあ、多分その4つかなと思うんですけど、まあ、最新の情報を、チェックして必要な書類を集めてください。で、ステップ2、ネットで申請します。で、まあ、必要事項をね、入れていくんですけど、例えばですね、名前、生年月日、出生地、母語、日本の住所、パスポート番号、あ、そう、パスポート番号が必要なので、パスポートは、この入れる時より前までに取っておきましょう。で、入国予定日、出国予定日、で、どのぐらいいるかとか、結婚しているかどうかとか、どうやって、生計を立てていくかっていうのも聞かれます。はい。で、まあ、答え、そのどうやって生計を立てていくかに私自身がどう答えたかっていうと、まあ、最初は、貯金を使う、日本の銀行にある貯金を使うっていうのと、まあ、その後は、働きながらみたいなのも書いてあった気がします。はい。で、まあ、あとは、まあ、家族が送金してくれるとか、なんかそういう情報も、なるべくこう、自分がこう経済的に、自立してるんだよっていう根拠を、集めて、まあ、いろいろ書けばいいのかなっていうふうに思います。はい。それはもう皆さん次第ですね。はい。で、あと書類を添付して送るっていう感じの手続きになっています。はい。で、その後ステップ3、大使館に行きます。大使館に、まあ、チェックポイントっていう風に、大使館がチェックポイントっていう風になってるんですけど、大使館に行って、証明写真や、書類の原本を提出、します。で、この大使館に行くのにはポイントが必要なので、ネット申請が終わったらもうそのネット審査が終わった後すぐに、これ自分でやらないといけませんからね、ネット審査が終わった後に大使館の、予約をしてください。大使館の、ビザ申請に行く予約を、してください。これ大使館側からとか、ビザの申請サイト側からとか、その予約してくださいっていうメッセージは確か来なかったと思うので、
自分で大使館のホームページの予約窓口から予約するようにしてください。これはこう自分から動かないといけないので、ここ少し注意点ですね。でこのメールも英語と日本語両方つけてください。でそれが終わったら待ちます。はい、待っててください。辛抱強く Decision is ready っていうのがいう、メールがそのうち来ます。でこれね、どのくらいかかったかっていうと、大使館に行ってから、受け取るまで、まず結果が出るまで、これ僕自身は多分第1号だったからだと思うんですけど、1週間で来ました。もう本当これは驚異的なケースだと思うんですけど、まあ、1ヶ月、1、2ヶ月で来るっていうことだと思います、その提出してから。でその後、まあ、フィンランドから、在留カードが送られて、まずフィンランドからフィンランド大使館に、そしてフィンランド大使館から日本に送られてくるので、確か 1、2週間かかったと思います。在留カードを受け取るまでに、結果が出るのが僕の場合は、大使館に行ってから1週間で、結果が出てから受け取るまでさらに 1、2週間かかりますので、まあ絶対にそうね、まあ、2、3、全部で1ヶ月から3ヶ月ぐらいかかるっていうふうに思った方がいいんじゃないかなと思います。はい。で入国ですね。いよいよ、入国の時は、まあ、在留カード、パスポート、保険の書類、住む場所の書類、働く場所の情報など、まあ、ありとあらゆる根拠書類を持っていくようにした方がいいと思います。で保険の書類は一応確か求められて、公式に求められてたと思いますし、住む場所は絶対に聞かれると思うし、働く場所も聞かれると思います。まあその時にね、書類しかあなたをね、助けてくれるものはないので、書類をきちんと揃えて、入国審査に挑めばいいんじゃないかなと思います。でな、はい。で、最後に、まあ、僕がやった感想としては、まあ、比較的簡単にできるんじゃないかなって思います。難しい手続きとかはあんまりなかったです。やってみたらわかると思います。まあ、ただ、まあ、大前提としてフィンランドでのワーホリが本当に自分に合ってるのかっていうのをもう一回考えてほしいです。店がない。でも物が高い。だからその消費がね好きな人とか、まあそういう人には向いてないかなって思うし、この生活に不自由を感じる人は結構多いんじゃないかなって思うので、まあ僕の動画を参考にするなどして、フィンランドのワーホリが本当に自分に合ってるのかっていうのを考えてから申請するようにしたらいいと思います。はい、では、この動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。まあ、そして、まあ、もう一回言いますけど、これ2023年8月に私が申請した時の、情報だし、私の解釈、経験、感想が多分に含まれるので、最新の情報とか詳細の情報はフィンランド大使館の情報とかを参考に、公式の情報を参考にしてください。はい、じゃあね、これからもフィンランドの、生活の様子をアップしていきますので、ぜひ何卒チャンネル登録をよろしくお願いします。ちょっとね、チャンネル登録1000人超えないと全く1円も入ってこない状況なので、ぜひ皆さん、お金に困ってる大学院生を助けると思って、チャンネル登録していただけたら、もう、幸甚に存じます。はい。では、次の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。